続いては全日本ジュニア選手権試合ニューフェイスオブジイヤーと題してお送りします。赤コーナーチャンピオンのチャパリータ・アサリ選手です。もうこのチャンピオンベルト慣れましたか？まだ1週間しか経ってないんでチャンピオンっていう実感がないんですけど、今日はキャンディ奥地選手に勝ってその実感を味わいたいと思います。はい、初防衛戦頑張ってください。そしてチャレンジャーは JWP のキャンディ奥津選手です。さあ今日はこのジュニアのベルトを何としても取りたいという感じですか？はい、今年の最後に一番大きなチャンスが回ってきたと思うんで、必ずものにしてチャンピオンになりたいと思います。はい、激しい戦いが予想されます。お知らせいたしまして、フジテレビジョン様より両選手レフリーに激励の花束が贈られます。続きましてチャンピオンベルトの返還です。第3試合ニューフェイスオブディア全日本ジュニア選手権試合20分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者 JWP135 パウンドキャンディーオクツ。赤コーナー選手権保持者全日本女子プロレス125パウンドさあ第3試合です。ニューフェイスオブジイヤー全日本ジュニア選手権試合タイトルマッチです。全日本女子チャパリータ・アサリ対挑戦者 JWP キャンディー奥津の一戦ということになりました。山本さん、はい、キャンディーにとってはこれはビッグチャンスでしょう。まあ、もう 大変なチャンスですよね。はい、まさかデビューして2年足らずでこんな、ね、大舞台に立てると思わなかったですよね。そうですね。まあ、そのタイトルにある通りニューフェイスオブジイヤー、本当に今年になってね台頭してきたこの2人ですからね、まあ、どんな試合を見せてくれるのか非常に楽しみなんですけれども、まずはキャンディー、やっぱり奥津らしさを見せてほしいですよね。はい、空振りしましたけれども今のドロップキックなんか躍動感ありましたね。そうですね。あとこちらもドロップキックで応戦しようというチャパリータ、しかしよく見ていた首投げから入場してきた時の顔なんか見ますと爽やか度ではキャンディー奥津勝ってますね。ああそうですか、爽やか度では、うん、あのチャパリータアサリの顔つきというのはしたたかなものを、そうですね、感じますから、目つきが鋭いですね、断固鋭いですよね。いやこれでもやっぱりあの、まあ、2人とも小さいですよね体が、はい、で女子プロ界はやっぱりこのこれから小さい選手がどうしても多くなるというのは避けられない事実だと思うんですよね。なるほど、はい、でそういう意味でそのこの2人の戦いというのはもう未来系中の未来系ですからね。なるほど、はい、本当あのいい戦いを見せてもらって、うん、こんな小さい選手でも面白い試合ができるんだというのはやっぱり証明してほしいですよね。はい、まあ、やはりね現場サイドの山本さんからね今後やはり小型化はこれはね、いやね、そう不思議にオーディションをやってもね大きい人が来ないんですよね。このドロップキックは突き上げる、うん、いいですね。この先端にヒット、それがまあ本当は高校であるとか大学である運動部なんかでですねあの大変な成績を残した国体レベルの選手が安心してかえ、うん、あの入ってこれるようなジャンルになると思っていいんですけどね。そうですね、理想ですけど。そうですね、はい、だから今日の両国だとか来年の東京ドームでやっぱりもっと女子プロ盛り上げてみんなに夢を与えたいですね。そうですよね、はい、もっともっとメジャーになったらいいと思いますよ。奥津のセコンドにデビルがついてますね。そうです、声出してるんでしょうね。もういつも知った激励してますよね、デビューさんね。奥津の試合の時は特に、はい、年で言うと10ぐらい違いますからね。そうですね、もう我が子を、ね、見るような目で、まあ、随分本当女子プロの場合は2つか3つ年が違うともうすでに1世代って言いますよね。ですからデビル選手のキャリアと、ね、奥津選手のキャリアの16年対1年半って感じですからね。相当な違いありますね。相当違いますね。さあリング中央です。これは逆エビ固め、まずはシングルマッチじっくりとした展開、
キャンディなんとか早めにフラーロープに逃げたいところだが、おっと力で返していこうというところ、うん、奥津は腰を負傷してますからね、やっぱりこういう腰攻められるとちょっと辛いところなんですね。まだだいぶ悪いですか腰は。ですね、まだ本人コルセット巻いてるようですけれども、あの、ね、基本的にも奥津はこの腰の怪我と付き合いながらレスラー生活を送っていくようになりますね。はい、おっとこの辺もうまくかわしていって、うん、キックを一発。あ、今のファイトがあってよかったですね。そうですね、焦らなくていいですよ、焦らなくて、うん、冷静でいいですよ、冷静にやったほうがいいです。最一つやっぱり自分のやりたいことをちょっと間違えて、あのそこでそのままあのパニックのそうですね、試合に流されてしまうのは良くないですからね。臨機応変にとか、あ、落ち着いてる姿勢でいいですよ。はい、さあまだまだ試合は序盤戦を、うまくくるっと回られていった。パワーでは勝ってますよね。そうですね、選手の方が。はい、ただまあ何をされるか分からないというところは、はい、まあ当然今日もね、この必殺のスカイツイスタープレスを出してくるんでしょう、このチャパリータ、ロンダーとドロップキックというのもありますしね。そうですね、もう今日のパンフレットでもいきなりカラー1ページ全部取ってますね、浅見選手はね。もう一押し、もうトレンドの選手ですよね。とにかくあの技一つでも大観衆を魅了できる技を持っているという ね、 うね、選手はやっぱり強いですね。その意味じゃ奥津選手はどういうスタイルの選手になるか、まだ荒削りですからね。そうですね、まああいうものは目指してないでしょうから、うん、まあいわゆる正統派だと思いますね。まあ、あの奥津のレスリングっていうのはあの非常にトラッドですよね。うん、あの若さがあるので無鉄砲に見えるところもありますけども、あの奥津のレスリングって本当にあの基本に充実なことをやってますからね。まあ、ブリッジが綺麗ですしね、この人は、はい、強いですし、今のパワー殺法は何か、チャパリータ浅利用にね、うわ、これ貴重な逆デビ、はい、今日は気迫でも負けてないですね。そうですね、体格差をかなりキャンディ自身意識してやってるんじゃないですか。あ、そうかもしれないですね。リング中央がっちりと決まった逆エビ固め。浅利のこの宇宙服のような衣装もしっかり定着した感じですね。はい、そうですね、あ、このあたり、うん、いやいや、キャンディーらしからんっちゃ変ですけども、なんとも不敵な ね、うん、そうですね、感じで。しかしアサリの体の柔らかさでは定評のある選手ですから。しかし長い時間、おっと風逆エビに変えて、おっと強烈、うん、これは効きますよ。シャチホコ状態、リング中央容赦ない攻め、おっとキャンディーありますね今日は。そうですね、まだちょっとロープは遠いか。チャパリータ右腕を必死に伸ばしているんですが、もう一つ届かない。どっしりと腰を落としたキャンディー。さあ、あとわずか、ここでやっとロープエスケープ。逆エビ地獄からやっと出したチャパリータ。さあ、ここから何があるか。キャンディー腰をあれだけやられちゃうと、飛び物、うん、きつくなるでしょうね。おっと、まだ行きますか。お、あっと、お、お、この辺り、この下から蹴り上げるんですよね、この人のドロップキックっていうのは。あ、この先端捉えますよね。ロープに振った、得意の空中殺法のオンパレードが出るんでしょうか。チャパリータカウント2、逆にロープに振り返してスライディングいくから、お、この辺はうまいぞ。ブリッジで真似で込んだ、ちょっと仕掛けが遅かったですね。そうですね、そうですね、うん、やっぱこの手の技はもう一瞬で決めないと絶対返されますね。まあ、じっくりやった方がいいかもしれない。そうですね、はい、仕切り直していったところか。このスリーパーで固めていった。リング中央はキャンディーを普通、密着の方が確かにいいですね、浅井選手に対しては。自分と相手の間合いが空いちゃうともう飛んできますからね、浅井選手は。はい、どうでしょう、ここまでかなり試合のペース的には、うん、奥津ですね、行ってますよね。
この後どうやって進めていくのか、まあ、この後何があるかというのがね、まあ、一つ奥の課題にもなっていくんでしょう。闘志みなぎる両者の表情。おっとボディスラムに持っていこうというところ、一瞬のスモールパッケージホールダーカウント2狙ってますかね。キックを入れてそろそろロンダーのキック、おこの辺は負けてませんよって感じですね。あ、今の中良かったですね本当に。お得意のジャーマンか、うん、今度はアサリの方がそう1回、そうですね、これはちょっと完全に見透かされてしまった。さあ攻守1点アサリだが、もう一度振り返して、あーすごいドロップキック、どっからでも来ますね、強烈なドロップキックの洗礼だ。おこれはネックフリーガーですか。そうですね、カウント2、もう一度ジャーマンを狙っていくか、まずはロープに振った、しかしこのラリアットをかわして、おっとタイガーマスク張りですよこれは。ムーンサルトキックから、あ、来ますね、来ました、ロンダーのキック、素晴らしい、ドンピシャだったですね今日は。ちょうどストマックのあたりに、これ距離を測るのは非常に難しい技だと思いますよ。もう一度来たロンダーのキック、素晴らしい、映えますねやっぱり、ね、大会場に、はい、まさにリング上が何か無重力空間スペースワールドに行ってしまったような、その場でのおっと危ないキャンディー監督、いやその場でね、そうですね、もっと見せてくれって言いたいでしょうね。おっとこれは狙いますか、狙っていきますか、満を持して出すのか。お靴はやはりそうはいかないですね、そう簡単に相手の必死フィニッシュホールドを食らうほど甘くはないという感じですけれども、ですから今度は逆にペースを、アサリにとってそんな余裕かませる相手じゃないんですよ、うん、技そのものは非常にアサリ選手がファンシーかもしれないけど、自力っていう部分じゃねまだ争い合わなきゃいけないレベルですからお互いに、うん、もう一度いきますか、おっとすごい、ターンしてのドロップキック、いや方向変えちゃったところがすごいですね、なんかロープの上歩けそうだったですね、井上京子もねたまにやりますけれどもね、いや今完全に奥津あのロープの上歩きましたね、だいぶ速くなったんじゃないですか。そうですね、変幻自在のロープワークを見せた奥津、うん、今度は、うん、さあ過去の最上段プランチャーを虎視眈々と狙うぞ、プランチャー、 おっとドンピシャリ空中の、ね、フォームも非常に綺麗だった。あっと後頭部技やるとき奥選手勝ちきそうな顔して面白いですね。そうですね、ちょっと後頭部を強打したがチャバリータ、奥津は非常に練習熱心ですから、はい、技を出すときにも今日初めてやっちゃったってことはないんですよ、うん、必ず道場で、はい、予習復習してスパーリングパートナーを相手にやって、これでお客さんにしっかり見せられるというのが分かった時点で出しますからね。なるほど、はい、と得意のローリングジャーマンに行こうというところですが、うん、やはりチャパリータ見ていて、あー攻守逆転、おっと今度はアサリが反撃の同じ技で返していった、うん、飛距離がある、これも綺麗ですね、はい、全く同じ技でこの両者技を返していきました。さあリング内、おっと今度のジャーマン、あっ、おっ、ことごとく研究しているのか、お互いをよくなんか研究してきましたね、お互いに、さあこの辺りも早いぞ、おっ、反転してのミサイルキック、今度こそ行くぞという感じでしょう、この大観衆アピールして、さあ、あー、甘い、やられた、いやこの、あー、強烈ジャーマン、あー、素晴らしい試合です。奥津はね、何がもろはの刃、
これはもう一発狙ってましたね。一発だけだったね。いやチャンピオンですよ山本さん、はい、やってくれました。ついにまたベルト取りましたね。そうですね、JWP はよくオールジャパンのベルトを取りますね、はい、ありがとうございます。これで2つ目でも、ね、お靴はやっぱりこれで荷が重いですね、うん、やっぱり今まで荷が重いですか。そうですね、これまで、ベルトを持ってた人に失礼のないように、はい、しっかりした試合を続けないと。なるほど、いけないですよね。なんだかこの全日本ジュニアというベルトは、ええ、交流戦のためのベルトになってきましたね。あ、なるほどね、うん、もうこの短期間の間にね、3つの団体を駆け巡って、ベルトの遠藤も腰に巻きましたしね。いやしかし短期政権に終わってしまったというね、このジャパリータ、ね、アサリは初防衛失敗ですね。失敗ということになりましたね、はい、認定証の受けでございます。認定証キャンディーオプスロー、あなたは国技館で行われた全日本女子協会認定全日本ジュニア選手権試合で見事勝利を収められました。ここに認定証並びにチャンピオンベルトを送り、その栄誉を与えます。平成5年12月6日全日本女子協会コミッショナー。さあこのベルトを腰に巻いたキャンディーどうですか山本さん。いや感無量ですね。感無量ですか。もう一番なんかここでね、本当に爽やかなチャンピオンが誕生したなって感じがしますね。思わずね拍手をしてしまった山本さんの。新チャンピオンキャンディー奥津選手がインタビュールに来てくれました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ベルトはこれ重みがあります。初めてでした。初めて。取った瞬間どんな気持ちでした。まさか自分が取れると思わなかったし、すごいベルトなんで、信じられないです、昔からもう偉大なチャンピオンがみんなつけてきたベルトです、最後のジャーマンはタイミング狙ってたんですか。ずっとっていうか、スカイツイスタープレスを受けるとかなりダメージがありそうだったんで、もう すかして、もうチャンスだったんで、向こうもダメージあったし、ね、素晴らしいタイミングで決まりました。このベルトを機にどん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 、ね、強くなっててください、おめでとうございました。ありがとうございました。ベルト取ってからまだ1週間しか経ってなかったんで、あんまりチャンピオンっていう自覚も実感もなかったんですけど、キャンディオクツ選手はすごいいい選手だなって、今回で3回目だったんですけど、だったのが今までの2回までは全然意識とかしてなかったんですけど、タイトルがかかってシングルマッチって聞いてすごい意識するようになって、同じ平成4年デビューなんで負けたくないし、これからもライバルとしてやっていきたいなっていうか、すかされて、スカイツイスターすかされてどうでしたか、その時は。記憶、その時一瞬どう思いました。いないと思って、いないと思って、いつもすかされたことってなかったんで、防衛したかったですね。初防衛だったから。でももう一回挑戦して、今度は自分が勝って、それまで奥津選手にはあのベルトは守っていてほしいっていうか、奥津選手からあのベルトを取ってもう一度巻きたい。